はどうですか？ああ、めちゃくちゃいいです。はい、すごい健康です。ね、はい。肌がね、例えば痩せると、はい、でもたるんだり、はい、ちょっとツヤがなくなったりってするんですけど、はい、ツヤツヤですよ。ああ、ありがとうございます。そうですね、あんまり痩せたんですけど、食事が結構すごい食事がのなんかすごくいいんで、もうメニューがライザップのシステムの中ですごい終わってからも続けたいなっていうぐらい体にいい食事。どんな食事がいいと？ペーパーみたいなね。ご飯ね、ちょっとね、それは痩せたいときはダメなんですけど、タンパク質、それと食物繊維、発酵食ですから、もう全部体にいいから、干からびたりする感じはないです。そうですよ、ね、はい。ということは、お肉とかお魚とかいいんですね。がっつり食べます。がっつり、さっき甘いものも多くてなったんですか？そうですよね、はい。甘いものもいいんですか？甘いものも、筋肉量を増やしたり、代謝量を増やしたりはもういっぱい食べてます。ということは、麺類とか、はい、炭水化物、炭水化物はダメなんですね。甘いもの食べてもいいときは、炭水化物は OK です。そんなに、ね、思ってたよりは厳しくなかった。ということは、我慢してっていうのはなかったんですか？そうですね、最初3日ぐらいがちょっと不安だったんですけど、あとは大丈夫。3日間で、じゃあ炭水化物はダメだね。で、だけどお肉とかお魚は大丈夫。はい。ね。で、現実的に、はい、ベストは5m15cm。すごいですよね。いや、びっくり。はい。やる前は上からこう見るじゃないですか。はい、胸より腹がこう。腹がこうなってて。横もこの辺まである。だんだんなんかこうだんだん減ってって、脇はあれ見えないくなって、時はちょっとすごい嬉しかったですね。でもそのね、胃の方が僕に出てた時に、でもこれチャレンジしようというのは、なんか60歳でグラビアに挑戦したいの。そうですね。もともとは、はい。なぜ60歳でグラビアだったんですか？還暦っていうのがあります。還暦でやってる人はいないかなっていう。あとやっぱりなんか本当体って結構頑張ればどうにでもなったりするのかなっていう。筋肉は90でもつくっていうじゃないですか。だったら大丈夫かなっていう漠然と。それで自分のそのなんか可能性っていうか、まあ個人的なあれですけど、誰もそんな頼んでもないいないし、誰も喜ばないんですけど、自分の可能性として自分でやってみたいなって言ったらそれだけ。そのためにだからこのことに挑戦したんですね。そうですね。なんか強く思ってたら向こうからチャンスを与えてくれる。と思うんですよ。そういうふうにもしかしたらこう世の中ってできてるところもあるのかなっていう不思議なタイミング巡り合わせで、だから今やりなさいって言われてるのかなと思って。ですよね。でもこの笑顔を見たら大成功ってことなんですよね。時は無理だと思いました。そんな水着なんて、これは無理だなっていう、思いました。それはもう消せないもの。もう残っちゃう。無理でしょ。普通こんな線がこんな尻にこんな線がこうあって、それはいくらライザップでもここまでは痩せるができても、その長年の重力には絶対に対抗できないだろうと。それはもう諦めますよ。
でもそれが今はない。ないってことはないね。ちょっと一点ぐらいありますけど、まあ最初のラインのこの10本ぐらい、そこと比べたらいや、かなり見にくかったですから、もう見にくいと思って。だけど今あのちょっとこうふっふっと、あ、お尻がふっとなって、じゃあ上がりました、上がりました。すごい。それかなりやっぱりトレーニングとかこう筋肉とかやるんですか？やりますよ。それ無理ですよ。辛いんですけど、終わった後、なんか晴れ、なんかその爽快感がすごいですから、そんなにあの、しかもね、まあ一瞬、短い一瞬だから。どれくらいなの？どれくらいって。まあでも、持ち上げるのはもう1秒ぐらい、それを1秒を何回かやればそうするとアップするんです、あと一番はですね、伊勢さんの自慢のバスね、ちょっと自慢の歌手じゃないですか、自分でももうすごいダメですよ、全部ダラッともう無理ですよ。無理だけど、ちょっともう一つこれでもちょっとは一回痩せてもっとだらっとなったんですけど、ちょっと今頑張ってるし、もうちょっと やりたいなって、もう一つあの続けてあのお願いしたいなと思って思ってる場所です。こあごめんなさい、こうアップしてたってことですね。いやどうなることやらだってこんな笑顔だと、そうするとね、挑戦したいこといっぱいあると思うんですけれども、まず何にこれから挑戦したいんですか？何が分かった？恋人。ああ、そうですよね。恋人ですよね。ねそう、先に言うの。ねえ。言ってください。何に挑戦したいんですか？恋人です。大丈夫ですかね？大丈夫ですよ。いやもう恋ってどういうふうにしていいかもわからないんですけど。何だったらいいんですか？いやもうだってほとんど離婚してからやってないから30年ぐらい経ってないそれまで何もないですか？ほとんど、あ、まあ何回かあるんですけど、もうなんか何回かは、あ、この人かもしれないと思うんですけど、もうなんかこう、あと次1回会ったぐらいで、あ、違うなってもう分かっちゃうとか、なんかこればっかりはなんかよく分かんないものですね。ということは、これからは思い切って体ごとぶつかっていけそうです。イエーイ。カモじゃなくて、あると歌ってんの、ちょっと言ってましたけど、どうですか、これ横浜セーフ？いや、横浜ないんですけど、いや、分かんない、あるかもしれないし、そういう時は、体ごと、イエーイ！例えばですよ、こんな風にしたいって言ったら目標ありますか？全くないんですよ。なんかあの理想もいないし、ものすごいおじいさんかもしれないし、ものすごい若いかもしれないし、ちょっと若い、分からないです。こう出会って、自然の流れで。例えば芸能人で、今若い子に、全然いっぱいじゃないですか。タイプないですか？ない。あ、あんまりそっちの方にはいかないですね。ということは上ですか？まあ、わかんない。すごくそういう若い子でも、なんかこう、ピタッとこう、陰と陽みたいに、ピタッとこう、なる人がいたら、あなただったのねっていうね、そういう、出会いがなんかもうニコニコしながら出会い、時間の都合がありますね。ああ、はい、はい、で、じゃあそうすると恋もそうだし、自分ももうグラビアも他に何かチャレンジしてる？いっぱいあります、いっぱいあります。今は言わないけど、言ってくださいよ。いや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 、あります、まだあるんですか？はいはいはい、でも一つぐらい、いや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 、ちょっと、え、なんでですか？もう
やっぱりちょっとあのなんか言っちゃうと飛んでいきそうな、なんか実現しないような気がするから、ちょっとその実現するまではちょっと大事にしなとこうかなと思います。じゃあ、そうなんですか、はい、すいません、時間の振り返りなので以上で、ここに行きたいと思います。でも同じようにお腹が出たりお尻が切るとき悩んでる人がいっぱいいるじゃないですか。その人たちに、北さん、ぜひともっていうエールを送ってください。やります。本当もう世界がこう、あ、自分の世界がこうあるとパーッとちょっと違ってきて、なんか違ってくるよう な見え方が違って、世の中のもうちょっといろんなものがこう見えてきて、あと今まで見てたものも違って見えたりすることもあるから、なんかいいんじゃないですか。うん、本当に40代ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。遅い。遅い。遅い。ありがとうございました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 。以上で囲み取材を終了させていただきます。石田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上で囲み取材を終了させていただきます。天真爛漫に砂浜を駆け抜けるエリちゃん、太陽の下で輝くそのボディは石田エリー56歳。50代からのライザップ。私ね、思ってたんですよ、体なんてどうにでもなるんじゃないかって。諦めないでやって本当よかった。おすすめします。50代からのライザップ。